ハロー、どうもこんにちは、アニメリアク職人ことマジアニキニハマーです。現在2024年の、3月30日土曜13時34分になろうとしますね。はい、放送室の着ぐるみガール11話ですね、Dアニメストアで見ていきます。先に軽く自己紹介。はい、自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスケープには依頼者で4回月曜から夜更かし、目覚ましテレビ生放送、世界丸見、テレビ特捜部などテレビ30本以上出演。2022年には、深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたけれども、現在もコロナの影響で仕事が全く戻らず、ほぼ無収入の中でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数が日本一、間違いなく日本一が再生数の低さとチャンネル登録者数の伸びなさ、これにずっと苦しんでますが、一日も休まず動画投稿を続けてます。ぜひ応援お願いします。それではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。いきます。3、2、1、スタート。あ、しまった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 、2秒進んでた。ごめんなさい、もう一回いきます。2秒進んでた。いきます。3、2、1、スタート。これ映ってないね、おはようございます。あ、なるほど、着ぐるみは喋っちゃいかんと。ああ、まあ悪意はないね、悪意はないな、この言葉に。はあはあはあ、ほんで喋らなくなったのね。動画のせいでってなるとやっぱ動画撮っちゃいかんわな。ちょっとね、ドゥ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 、これ6話からずっとおかしくやな。6話やったっけ、そうやね、6話からおかしく返したもんな。あ、即配布は免れたんや。繊細性は難しい。繊細性はむずいぞ。つまり今回ハイブ危機再び回避を目指して一致団結やから。あっつ。崖沢だ30日。あ、ここも動画にすんのね。
あと25日。着ぐるみでの旅はむずいやろ。あ、お、ブレイクダンス。あ、終わりか。ってことは、まあまあ次回最終回やろね。 UFO の前日。はい、ユチャコ活動日かな。この曲言うね。フフフ6はね。お風呂であんなことなんてあったっけ。うん、あ、ちょっとなくなっても困らない。次回行こうかね。どんな最終回なんやろうなこれ。あ、お、ゆるりの、ゆるりの素顔の笑顔が。あれ、確かあれ終わらへん。なんで、あれ、なんで終わらへん。あれあれ6分、え、6分34やんね。あ、6、あ、6分40か。失礼、早く止めてしまいました。まあいいか、エンドカードです。はい、まあいうことでね、前回その、まあちっちゃい時に、お兄ちゃんが撮った踊ってみた動画、そのお兄ちゃんが確かパソコン教室の課題かなんかで動画を制作せないかんということで、ゆるりのねダンス動画を撮ったのが、残ってたと。でそれを、ある日家族が着ぐるみになった後だったっけなに、兄貴が、間違って寝ぼけて投稿してしまったのがバズってしまったと。でお兄ちゃんはそれまでもいろいろ動画投稿したけども、もう一切鳴かず飛ばずで、ついにバズったから消してとは言えへんかった。あとはもうちっちゃい時だからいいかっていう理由やった。でそれが、学校のみんなにバレて、恥ずかしくなって、ロッカーで丸まってたと。不登校じゃないんかいっていう。でそこで、自分も着ぐるみを着るようになったと。なんかお父さんが、なんか頓挫した、ゆるキャラのなんか、ね、ぬいぐるみを買ってきたか何かで、それを着て登校で、学校側も不登校になるんやったらこの方がマシやということで許可をしてくれたと。いうのが前回ね。で今回はでもクラスのみんながみたいなことだったけども、着ぐるみってそのタイプのやつは喋ったらあかんのじゃないということで笑われたから、看板であのね、早乙女玄馬のパンダバージョンみたいな看板で会話するようになったということが明かされたと。でなおは、うん、やっぱり動画が原因でこういう、こう、まあ、着ぐるみを着ざるを得なくなった、動画撮られるの嫌よねって言ったけども、いやいやそんなことはみたいな。でそこで凛と、千里が話は聞かせてもらったぜって出てきたわけやけどね。でまあまあ、着ぐるみのままやったら動画撮っても OK と、
いうことやけども、部活のまさかの廃部危機がまだ待ってたというね。なるほど。文化祭までに結果を出さないといけない。で、残り14日で終わったかな。ブレイクダンスしてたね。うん。繊細性はむずいて。繊細性なんかいかんて。ではちょっとここで検証です。自分が直近で繊細性超えたのは一体何でしょうか。見てみたいと思います。直近で線超えてるのは、すさまじい二桁率もう嫌になるわ、こんだけ二桁しかないと。それでもやってるんです。あ、これや。なんでこんな言ってんの。月が導く異世界道中第2枠の11話が2805いってる。なぜ。でも高評価10って。うん、だから11日前ですね。なんで。でも12話は何本やった。12話は97。なんでどんな差やねんこれ、意味がわからん。じゃあその2785いった11日前、その前に1000いってるのはどれや。それだけ見たら終わります。恐ろしいほど低いな。ようやってるわほんまこれで。多分分からんけど、皆さんやったらもう速攻で心折れてやめてます。今5年目です。ないね。1000なんか超えへんな。そう、恐ろしいなこの2桁率。ないないない、全然ない。ないないない私じゃない。はい、この歌が何か分かった方はぜひ仲良くしましょう。ないな、マジでないな。まあ千なんて超えへんなほんま。あ、これや、月が導く異世界道中の第2枠5話、これが2月6日という感じで。だからこれやっぱ千再生ってとんでもなくね、とんでもない高さですよ普通は。まあその他のリアクターさんももう千再生当たり前で言ってますけどね、自分みたいなもんはもう千なんていかへん。だからここはね、ゆるりの、まあその、あーでもそうか、明かせへんもんな正体を。さあ果たして廃部危機回避できるのかどうのか、それで最終回なのか、2クールあったりする、もしかして。なんかちょっと時期的に、いやいやそんなことないか。まあ分からんけど、まあとりあえずね、どっちなのね、ハッピーエンドなのかバッドエンドなのか、あのゆるりのちょっと素顔、なんかホッとしたような素顔がね、一体どういうシーンなのか、これ楽しみですね。はい、ということで放送しての着ぐるみガール11話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分ちょうで自己紹介します。興味ない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在コロナの影響で約4年1ヶ月仕事が全くない状態。貯金と節約生活でなんとか生き延びてます。そんな自分の本業も知ってぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録応援もお願いします。そして、この深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてますんで、ぜひ見てください。アニメリアクションその他もろもろスタートして、今日で1465日目、長いです。ただこのチャンネルはもっと長い、2009年4月25日から、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にやら、このチャンネルでアニメリアクションスタートしてしまってからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年8月18日までのリアクション動画、自ら手で削除させられるという地獄を味わってます。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄。はい、今も言うたように、ほんまに再生数もチャンネル登録も伸びず、ずっとしんどい、やめたい言うてます。それでもね、ほんまに気合と根性だけでやればできる諦めない伝えたいと思って、一日も休むことなく動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いいたします。
以上、アニメリアク職人こと、マジラジョギニハマーでした。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは失礼します。